よし、行きましょう。さあ、キックオフです。よし、見るな、サイドバックだ。よしよしそこだけ。三笘まず行くよ。行くの？しょっぱな。ええ二人転がしたぞ、三笘。俺ファウルになっちゃった、三笘。いや、すごいな、三笘。いや、急に行くの。でも相手かわせてるもんな。ね、二人挟まれてもその間。え、なんで？あれ、三笘が逆に？逆にやった？三笘もう無関心だもんね、今ね。三笘謝った、ちゃんと。強いな、三笘。オッケーオッケー。仲直りした。仲直りした。三笘カウンドスパイクさん320円スパチャでございます。ありがとうございます。行ってきます。いや、行ってらっしゃい。お願いします。もうフリエモン来ちゃうよ。行ってらっしゃい。うわ、めっちゃいいボール。あ、危ね。セットプレーが熱いな。あ、ね。ウエストハム。いや、そうなってくるとやっぱ保持したいな。うん。放り込んだやつ全然あるな。ね。一発マジで怖いわ、セットプレー。ね。キックの質高いし、スローインの質も高い。うん。急にフォワードまで抜けす。うわー、やれる。やばい。ナイス。危ね。危ね。危ね。一発怖いよ。いや、ウエストハムあるな。あるよ。え、これオンサイドかな。いや、オンだな。オンだな、これは。あれ、ウェブスターか。うわ、危ね。いや、でも入ってないのが今シーズンのブライトンって感じするけどな。結局、まあそこまで行かれても入ってないからね。そう、まだギリで、ブライトンが入るからね、逆に。そうね。ちょっと俺、あのソリーマーチ、うん、真ん中システムやってほしいけどな、うんうん、そうね、だからウェルベックとかファーガソンも落ちていいな、うん、グロスがもうあそこいると入れないもんね、うん、うわ、うわ、やばい、やばい、それガチでやばい。うわ、軽い、軽いって。いや、素晴らしい。ノーファール、ノーファール。やめて。強くない、アントニオ。あ、出た。待って、やば。いや、あんな残せんの、ね、もうめんどくさいってこれ、ね、一人でどんだけ持ってきたん。エステピアンやばいね、これ。素晴らしい、エステピアン素晴らしいよ。いや、もうこれ本当絶対失っちゃダメよ、ね、いや、ここは本当エステピアンじゃなかったら終わってるって、これ。終わってた。いや、これだよな、すがだわ。え、多分ガチ、うん、いいやつだよね、エステピアンって。マジでいいやつ、本当に、うん、絶対性格いいもん、うん、え、俺やるよ。あと、ね、めっちゃ遠い家の友達の家まで送ってくタイプだもん、うん、あ、確かに。いや、いいよ、うん、逆方面だけど、ね、そう、うん、いや、俺乗せていくよ。マジそのタイプ。確かに、うん、しかも廃屋でリッター6キロの車とかなのに乗せてくタイプなもんね。確かに。いや、いいよ。なんなら2シーターだからって、一回もう一人の友達を送ってもう一回行くもん。それはもう電車で帰りたいわ、それは。そのぐらいしてくるよ。いや、ほんとそうだよ、ね、いや、マジで守備ガッチガチだな、これ、うん、いや、でもブライトン相手だったらやっぱりこれやるしかないよね。確かに、うん、いや、ブライトンのポゼッション結構なポゼッションだからね。結構だよ、うん、え、ポゼッションのレベルマジ高いよね。マジで高い。そう、いや、相手よ、いいとこやっちゃっていいよ、SB には。もうやっちゃっていいよ。うおー、いや、いや、でもギルモはさ、うん、抑えられてるわ。抑えてるわ。そう、あれ吹かすように気分あるもん。うんうん、うん、やっぱ調子いいわ。そう、クロスもいいね、これ、うん、素晴らしい。 SB にはやっぱり上手くなってる。いや、 SB は上手いよね。うわあ、こういうの。ウェブスター、この一本だ。ウェブスター引っ掛けるね、やっぱ。うん、うん、うおー、やばい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 、ガチやばい、ガチやばいか。うわ、やられた。うわ、やられてる。やってるよ、それは。うわ、いや、これショックだな。いや、本当にウエスタムの狙い通りだもん。狙い通りだね。ここ縦パスね、狙っちゃうからね。で、ここの処理もね、ここもね。うわ、いや、ちょっとそれは、うわ、やってんだ。まずい。うわ、マジでウエスタムの思うツボだな、これ、ね、先制されるときついな、ね、やっぱり展開的にもブロック系はね。、うん、よし、まあちょっとやるしかないな。まあそうだね、こっから、こっから、こっからよ。いや、それはそこ、うまっ、うまっ、よ、待って、エステビオンどうしたマジで。何それ。いや、モドリッチやん。俺マジ通んないかと思った。で、今俺急ぎすぎだろって思ったけどさ、うん、うわ、やったわと思ったら、浮き球で足元ドンピシャやん。逆に三笘が焦ってるみたいになってるもんね。そうそうそう、もうぴったり来たと思ったもんね。そうそうそう、逆にテスト出してる側だもんね。そう、エステミアンが三笘に抜き打ちテストして三笘が外すみたいになってるもんね。レアケース、レアケースだよ、これ。今日エステミアンとギルマが鍵だ。エステミアンガチうまいな、ね、ガチうまい。ゲーム作ってもね、マジで。え、セットプレーってブライトンどうだったっけ。なんかそんなだよね。うん、マクアリスさんいた時はね、あ、なんかフリーキックワンチャンみたいな。グロスとかもうまかったよな。そうね、グロスもキックうまいよね。あ、ダンクキャノンもあるからな。確かに。いや、これ決めたらマジあるよね。いや、壁でかっ、ごつすぎるな、ね、いや、どうしようこれ。うわー、詰まってんだよ、壁でかいって。なんなん、マジ。ウエストハム、シュートブロックの練習してるレベルだよね、これ、ね、マジで、ね、絶対してる。そんなジャンプすることある。しかも正面で受けるってすごくない？目開けてたよ今、うん、イングランド式シュートブロックあるの？え、あるよ。え、でも YouTube の企画やってるよ。今からイングランドシュートブロックやります。そのレベルだよ、ほんと、ね、いや、どうすんだろうこれ、ね、後半ね、デズルがどうやって修正するかだよね。いや、そうです。これを修正もうむずいよな、これ、ね、こっちが悪いわけじゃないからね、うん、やり続けるしかないもんね。
った。終わったー。うわ、マジかー。行ってほしかったね。行ってほしい。ちょっと 0-0 維持したかったね、これ。ね。うわ、ほんとウエストハムの狙い通りだもんね。うん。縦パス引っかかっての処理ミス、カウンターね。うん、いや、でもジョアン・ペドロかな、やっぱ。ね、狭いところでもね、ずらせるもんね。そうなんよ。だから、ジョアン・ペドロ出るべき交代かもね。かもね。テクでずらすしかないもんね。ないもんね。パワーで潰すのってもう手駒ないもんな、うん、ブライトン。フィジカル勝負はちょっと無理だろうね。ここでアディングラですよ。あー、もうアディングラもありだね。あー、そうね。しかも今なんか外で詰まってるから、ちょっと同利き同サイドありだな、ね、確かアディングラもいいな。でペルピス・エステベニアンさん320円です。ありがとうございます。俺がおるやん、俺が世界、俺がチームを勝たせる。その俺が世界いらんやろ、この俺がおるやん、俺がチームを勝たせるでいい、いいでしょ。俺が世界ってない。俺が世界なんで挟んだ。確かに。いや、エスミナでも一番いいっすから。いや、今日ね、一番いいよ。うん、マジで。ね。ワクワクするもん。うん。マジで。エステペアンが一番可能性感じるよ。ね。今日に関しては本当に一番いいよ。うん。まあ、お前もいいけどね。三笘のやっぱこのブロックのワイドレーンきついよね。いや、むずいよ。もうやっぱ三笘で3人抜いてもやっぱり結局ワイドレーンじゃんってなっちゃうもんね。ゴールまで遠いよな。で、中は高いしね。そう。どうしよっかな。ね。いや、これ難しい。これデスリビもむずいよね、これ。結局相手のブロック変わんないもんな。最後エステペニアにボール行ったらチャンスになりそうだけどね。ドンビギの相手もうどうにもできないからドリブル仕掛けて PK ダッシュ狙い作戦とかどうですか。いや、それもありだよね。それもある、それもある。でもなんかウエストハムもうなんか超徹底してそうだよね、ゴール前の守備ね。ギリギリまで足出さないというか、まず体を投げ出してくるもんね。そうね、無駄なことは一切ないよね。そう、足出してくる感じじゃないよね。もう胸出してくる感じだもんね、最後に。普通だったらこう足でブロックとかさ、まあちょっと距離は空けるじゃん。もう距離空かないもん。そう、その上半身でブロックしてくるよね。なんか顔で受けるからさ。そう、ハンドとかさ、その足に引っかかるとかじゃないもんね、なんかね。ただジョアン・ペドロがその足出させるドリブルを誘発するとか、そういうドリブルをディレイしてるからね、ジョアン・ペドロのドリブルは。あと、まあギルマのくさびとかもいいけどな。けどやっぱ難易度高いもんね、そもそもね。いや、むずいむずい。スーパー縦パスだもんね、もうね。出してもむずいし、受けてもさ、あんだけ狭い中で受けるからね。そう、プレッシャー感じるもんね。感じるよ。最後のシュート精度落ちるもんね。落ちる落ちる。さあ、始まりました。交代はいない。いない。ちょっと危ない。ちょっと危なっ。あ、スペースあるよ。横。これやりたい。あ、うわぁ。いやぁ、もったい。いや、この辺の残すんよなぁ。うわぁ、今スペースあったなぁ。あったね。お、ここにスペース生まれたなぁ。前から来るぞ。うん。あー、ブロック入った。あ、入った。もう一瞬でブロック入るわ。入るね。隙ないわ。あるあるあるよ。三笘。うわぁ。あ、リバプール戦思い出したわ。思い出すね。ちょんね。そう、二段式やってほしかったね。二段式ね。これ、ファー、ガラガラよ。ガラガラじゃん。三笘だったら俺、ウェブスターにチョンするかな。チョンするかな。これね、チョンって足首だけで。足首ウェブスターあったの、今。勝ってたらあれ、チョンしてる。そう。負けてるって状況がね。さすがの三笘でも焦る。焦るよね。いや、三笘焦ってたもんね、ちょっと焦ってたもんね。三笘も乱れる時あるね、やっぱり。うん、そうね。心が。うん。さすがの三笘。さすがの三笘も。いや、でも、いい、全然いいよ。いや、全然いいよ。その希望ある。もう、地獄の時間ないわ、これ。アントニオ1枚しかいないもん、これ。お、危ない、危ない。シュート早っ。危なボール見えてなかったもん。早すぎ、早すぎでしょ今ね。クイックスタート。バー当たってるよね。バー当たってる、バー当たってる。え、やばいよ、やばいじゃん。普通にやばいよ、普通にやばいじゃん。エステビアも帰ってこれてない。帰ってきて、エステビア。また大外だ。エステビア、エステビア。うわうわ、やられた。ちょっと待って、これはきつい。さすがのエスビナも無理か。いやー、待って、うますぎ。それは攻め疲れしてるやん、もうね。あと間延びしすぎだな。うん、めっちゃ間延びしてる。このウェブスターとギルマの距離が、ね、この後ろの2枚2-1で見てたのに。後ろエスビナ大外見えてないもん。うわ、うん、ピンポイントじゃん。マジかー。いや、これはきついな。いやー、きつい。今日を境になんか調子悪くなりそうだな、ブライトン、ね、なんか。いや、うまっ。もうそれで飯食えるもんね、今の2人の。今のでご飯1杯だもん、うん、味つくよね。味つく、味つく。海苔に味ついた。韓国のりだもん。勝ちてぇな、これなんか本当負けたくねぇな今日ね。うわ、マジで、待って、スカスカすぎるって。大里やばい、うまい、やばい、これやられる。うわ、積んだ。マジかー。いやー、なんであんなスカスカだった。いや、これはきついな、さすがに。待って待って、ブライトンのアプリ入れてるからさ、俺失点するたびにブライトンから通知来るわ。ゴールって。まぁちょっともうポジティブに捉えた方がいいな。やっぱ開幕2勝してる分、背中取られた上でここ外されてるもんな。本当にやっぱ馬力違うな。違うね。そう考えると、やっぱブライトンはさ、強いチームに強いじゃん。それの理由わかるね。わかるね。殴り合ってくれた方が強いんだな、やっぱ。ちゃんとプレッシャーかけに来てくれた方がね。あの、ヒヤヒヤビルドアップ今日見てないもんね。見てないね。ブライトンボックスまだ一回も見てないもんね。全然ヒヤヒヤしてないもん。守備のヒヤヒヤしか見てないもんね。ブライトンボックス今日解散してるもん。ね。あー、めっちゃいい守備やん。あ、来た。アディングラとフェルトマン
んか。フェルトマン。はよ。はよ。何もこの動き。ああ惜しい。ああわかるよ。気持ちわかる。いやでもアディングラいいな。うん、いいね。足遊んでたもんね。ね。ちょっとスターリングっぽいかもな。うん、その足の運びだけで言ったら。ああそうね。うわー。かけたー。いいなー。めっちゃいい選手やん。え、ウエスタムって今どんな感じなん？ああやっぱ負けてないんだウエスタム。あ。うわこれで順位抜かれるよだから。このままいったら盤石だなー。ね、おおよしよしよし。まだわかんない。いけいける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 。うわ。何それ。そうボランチのところはプレスかかんないんだ。ここはね。そうブロック硬い分ここはかからんのよ。けど80分かー。いやいけるでしょ。うん、いやグロスのキックフェイントってガチリアルだ、ね。絶対引っかかるよね。うん、カメラも引っかかるもん。マジで。グロスの中ではキックフェイントするつもりだよね。うんうん。誘ってるでしょ。そうやっぱボランチにはプレスかかってないな。うん、やっぱりその前半からそうなんよ。だからちょっとくだらない失点いらなかったな。ねえ。これで 2-1 とかだったらまだはあるもんね。ああまだあったね。グロスやっぱ、ね、いいね。85までにもう1点いこう。ね。あるよ。これでブライトン引き分け持っていけたらマジで可能性ある、ね。勝負強い。可能性ある。うわうまい。もう超ベド。何それ。優しく。つんとかえ。ちょんって。おでんつんつんの。おでんツンツンみたいな。おでんツンツンでボールバトン。ボールバトン、ね。うわぁ、勝てー勝てうまっ、うん、うわぁいや、でもペドロうめぇうめぇわ。やっぱうめぇわ、ペドロ、ね。いや、こういう相手こそペドロだわ。そうだね。狭いところね。そう、やっぱフィジカルじゃない。うんうん、こういう相手は。ちょ、ウェルベック・ファーガソン、ちょっと置き入ったかもね。うん、ちょっとね。そのスタメン。うん、パワーでねじ込もうとしたんだろう、ね。うん、したね。いやー、マジかー。いやー、悔しいねー。いやー、でも開幕2連勝しといてよかったわ。まあね、一旦ね。だ結局でもやっぱ失点のところだよね、やっぱ。そうだね。やっぱ失点に対する考え方がもうちょっと違うかもね。うん、ウエスタムは絶対失点しちゃダメっていう。ね。で、ブライトンは失点してもいいから。点取りに行くみたいな、ね。そう。その基準の感じが出たな、ちょっと。うん、その差があるね。まあ、誤信というよりかは失点の考え方だな、やっぱ。まあメンタルの部分だよね。いや、まあブライトン別にダメなわけじゃないよな、そんな。ダメではないよ。そう。まあ、押し込んでる感じで 0-0 だったら全然いいんだよね。そうだね。そう。今日はちょっとウエスタム、褒めるしかない ね、 いやこれはウエスタームすごかったよ。いや本当に、うん、いやこれなんか本当順位安定しそうだね。そうだね。だって現段階でも順位だって負けなしで2勝1分けでしょ、うん、こけないよね。うん、その変にこけづらいと思う。そうそうそう。マジなんか青森山田みたいな。そうそうそう。サッカーしてもんね。うん、硬い。一緒に行ってあげるからみんなに謝りに行こうウエスタ。まあそうだね、うん、縦パス引っかかってからの処理ミスだからまあ印象は良くないですよね。そうだね。しかも絶対に失点しちゃいけないチームだったもんね、うん、これはね。このウエストハムというのは、うん、いかにそのリスク感管理した状態で相手の陣地まで入んなきゃいけないっていうのがそうだね。ブライトンのその目標だったから、うんうん、あそこで確かにまあそれはありますよね、うん、正直ペトラ・アディングラを選抜させに守備をウェブスターにフルタイムで任せたのは采配ミスなんじゃないって思っちゃう、うん、確かにもうペドロはありだね、うん、そうだね。ブロック系のチームはマジでいいと思う。やっぱ70分で出されてもちょっと難しい部分あるからな。まあね。単純にウエスタムの振り切り方が極まってて強かったですね。これは強敵ですわ、うん、いや多分ウエスタム安定しそうだねこの感じ、うんうんうん、まあこの3戦負けなしの感じがもううん、出てるサッカーだった、ね、強いよね、うん、3戦負けなし感あるもんな、うん、カウンターの破壊力あるからな。あるそう。アントニオクオリティマジで高い。そうちゃんとやりきるしね。ウエストハムが運べすぎなのかブライトンが運ばれすぎなのかどっちなんですかね。まあやっぱスペースあるからね。そうね。ウエストハムがボール奪った時は、うんうん、なんならもうあのセンターバック引っ掛けた時に関してはもうボランチもひっくり返ってるからさ、うん、そうね。センターバック2枚の状況。そうしかも多分そういう練習めっちゃしてそう。ウエストハムしてるしてる。なんか数的不利の状態でやりきる攻撃というか、うんうん、ブライトンって多分ポゼッションの練習俺家にしてると思う、うん、けど逆にウエストハムは俺多分ハーフラインからさその少ないパスの本数少ないやつで仕留めきれっていう練習、うん、時間制限とかね。そうああいうのあるよね。あると思うよ。勝手に俺の印象ですけど。いやでもあると思うよ、うん、いやほんと2勝しててよかったね。ね。いやほんとよかった。えってかウエストハム取ってのもアーセナル負けなしなのか。硬いね。ユナイテッドとかもね6位ね。結局6位だし。あでも全然まだ思ったより、うんひどくはないな。そうね。ただ今日の負けをきっかけにはあるよね全然、うんうん、これはきっかけに崩れる可能性もあるある。いや真似されるもんねこれね。そうね攻略本だもんね。うん。ブライトンの攻略本ウエストハムが著で出版できるもん。出していいよ。うん出せる出せる、うん、あのノート売れるよ。あのノート確かにノート売れるな。モイズのノート爆売れだよこれ、ね、ツイッターで流してほしい、うん、あでもこの展開ちょっと難しいねやっぱり、うん、いやむずいよ本当にもう超ハイタワーにピンポイントで合わせる か、うん、かもうドデカミドルだもんね、うん、いやだからマンチェスターシってすごいな。やっぱロドリとデブライネの存在超でけえな、うん、でかいね。ポゼッションするチームでさえも後ろはね硬い。いやそうなんよな、ね、それは今のトレンドだもんね。ねということで、はい、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。